キメイマル起きて。おきんかこらキメイマル。なんだ、こんなに早くに誰だ。マリサか、なんだよ。キメイマル、今日こっちに来る予定だったよね。お前の乗るサンライズは運休だぞ。何の冗談だよ、それ。発車する時間には雨もこっちを抜けるから動くよ。バカだな、お前は。津山線も、因美線も、紀新線も、桃太郎線も、芸備線も運転休止してるんだよ。おまけに瀬戸大橋を渡るアンパンマン列車も運休なんだぞ。つまり出雲方面も高松方面も電車が止まっているってことだ。だから、キメイマルが乗るはずのサンシャイン瀬戸号は、今日は運休だよ。え、ちょっと待って。マジ朝から運休になってるぞ。せっかく今夜も居酒屋サンライズの2回目をやるつもりだったのに。ということだから、キメイマル橋国には来られないから。さっさと切符の払い戻ししときなさいよ。じゃあ、私は二度寝するから。ああ、行きたかったな。明日はいい天気なのに。台風のバカ野郎だぜ。せっかく、第23回目のことでん電車祭りに初参加する予定だったのにな。仏性山の車両基地にも無料で入れるから、ことでんファンにはたまらない日でもあるんだ。また、河原町の会場では鉄道グッズの抽選販売もある。毎年、ことでんにはサンライズを使って乗りに行っていたのに、運休に当たるのは初めてだな。1993年から走り出した房総地区の255系特急電車も引退したけど、サンライズの285系は2度のリニューアルによって、国鉄時代の1982年から26年も現役で活躍している。ただ、サンライズを管理している JR 西日本は、可能な限り末永く使う方針をとっているので、特急やくもの381系などは2度のリニューアルにより、国鉄時代の1982年から42年も走り続けた。東海道新幹線で15年弱で更新する車両を、JR 西日本の山陽新幹線では500系や700系も、リニューアルされないまま23年以上にわたり活躍している。複雑な構造で抜本的なリニューアルが非常に難しい285系サンライズエクスプレスは、まさに JR 西日本でなければ延命できないと言えよう。いつまで走るのかわからないサンライズエクスプレスは、だからこそ乗る価値もあるんだな。今回は台風から変わった低気圧や前線の影響で、九州など西日本では11月1日の記録的な大雨となってしまったようだ。最近は線状降水帯によって自然災害も拡大しているので、運休は残念だけどまたの機会に乗ることにするよ。また、があることを期待してだけどな。今回は内容もオチもなくて残念だぜ。そろそろいい時間ということで、今日はこの辺で。よかったらチャンネル登録よろしく。